なんか悲しいよね。何が？レコードはこんなにあるのに聞く人がないんだ。とにかくおかしいよ。なんだ？うわ、びっくりした。ちょっと、今の何だったの？きっと、ビルの仕掛けたトラップだ。その人おかしいんじゃないの？おかしいなんてもんじゃないな。一体どういう人なの？ビルは、密売してた時の仲間で、調達係だ。すごいね。やれ、会う前に吹っ飛ばされなきゃいいけど。気をつけて移動すれば大丈夫だ。ビルは夢が得意なの？らしいな。使わせて。結構打つの得意だから。こういうのは俺に任せとけ。でも私も武器を持てば助け合えるし。バカを言うな。いいぞ、上がれ。了解。よし、こいつを使おう。こいつを試してみるか。ああ、ひどい。いいか、ビルにはちょっと気難しいところがある。だからあいつとは俺だけが交渉する。いいな。はいはい、わかりました。はっきり言ってビルはかなりよそ者に冷たい。了解。
いいやつだよ。ただ打ち解けるまでに時間がかかるんだ。ワイヤーがあるだろう。あれに触れないように動けば大丈夫だ。分かった。聞こえた？ああ。え？入るの？何かないか調べてみよう。驚いて死んだ私の死体が見つかるかも。心配するな。大丈夫。あ、まずい。うわ、何なの？びっくりした。まあ、とりあえず探してみよう。二人は会えたと思う？知るわけないだろう。会えたことにしようよ。さっさと出よう。なんだこりゃ。よし、離れてろ。わかった。最高だね。そこ見えるか？下がれ。離れるなよ。大丈夫？畜生ビルミ。何なのこれ？
ビルのふざけたトラップだよ。そこ、冷蔵庫が重りになってる。わかった。ロープを切れ。それで落ちる。わかった。ビル、ドアから来たぞ。